プリシート高梨いつきです。フェアリーゴッドマザーアイズメソッド15色の才能。人は誰でも15色の才能を持っている。その15色を組み合わせて無限の才能を作ることができるのです。これは再来年還暦を迎える私が才能の目である15色の短所を自分も周囲も幸せにする才能として花開かせるために挑戦する行動の記録です。才能が開花するまで毎日更新の予定です。劣等感の塊で自己否定的で自己喪失し依存症になっていた私が自己肯定して自己需要ができ周囲や社会に貢献できる才能の塊になるまで研鑽と鍛錬挑戦と失敗を重ねていきますから、ぜひご覧ください。才能がいつ花開くかは誰にも分かりません。もしも途中で挫折してしまったら申し訳ありません。10月28日金曜日のダイジェストです。28日の午前中はルーティンと買い物、午後はケーキ作りと暗記と授業の準備と授業、夜は22時まで授業。これは翌日に編集している動画です。タイムラインは LINE ブログに上げてありますので、ぜひぜひご覧ください。15色の才能を伸ばす鍛錬と研鑽で行動した色にハートマークということで、赤色がストレッチ筋トレ目の運動、ウォーキングが6739歩、8時間睡眠、ゆとりさんとマリナトレさんで運動をしました。オレンジ色がお休みをしていて、黄色が動画編集とブログ、草壁さんの公式チャンネルを見ました。黄緑色の拡散がツイッター2つ、フェイスブック2つ、YouTube、ノート、ホームページ、アメーバ、ブロガーでシェアをして、LINE ブログに日記のタイムラインを上げています。インスタグラムが昨日は上げてないですね。ガーデニングも、おととい観葉植物の世話をしましたが、印付け忘れました。水色が、計画と空の写真を撮りました。青色が暗記暗唱。ボンボン TV さんの幻想記号の暗記の動画とても面白くて何度か見ています。で、ボードゲームとカードゲームやりました。幻想記号の暗記もやりました。紫色がお休みをして、ピンク色がメイク、ファッション、アクセサリー、フェイスマスクをして、オーラルケアをして、身だしなみを整え、誰かを褒め感謝を捧げ、自分を愛して褒めました。スイーツ作り、昨日に引き続きタルトを作ってみました。薄だいだい色がお料理、皿洗い、洗濯、整理、お風呂、ボディメンテナンス、薬を飲むとサプリを飲むの、寝る前の整理整頓と、クラシルの動画を見ながらスイーツを作りました。黄土色が両学長さんのライブと動画を聞きました。茶色が漫画を読みました。黒色の好奇心はタルトの台に小麦粉だけだとなんかちょっとなんて言うんでしょう、サクサク感が足りなかったので、アーモンドプードル買ってくる前だったもんだから、全粒粉を混ぜて、焼いてみました。好奇心を満たす実験をするというのですね。それから灰色もお休みで、白色が掃除浄化のり東京六宝杯お香をアロマオイル昨日炊き忘れてしまいました。お祈りで金剛院さんで読経をしました。お掃除、したんですけれども、薬師寺観光さん、薬師観光さんの動画を聞きながらですねやっています。はい、今日は何色の才能を集中的に育てたかということですが、昨日に引き続きイチジクとシャインマスカットのタルトを作ってピンク色の愛の才能を育てました。元素記号の暗記をして青色の知識吸収の才能を育てました。今日の自分観察ということで、昨日のケーキの反省点からサクサクの台の挑戦で全粒粉を入れて焼いてみました。久しぶりに夢中になって暗記をして楽しかったです。楽しいは伝染するので、授業に参加した大人の方もやってくださって嬉しかったです。お子さんだけかなって思ったんですけれども、大人の人も楽しんでやってくださって、でちっちゃい子も楽しんで覚えてくださってすごい嬉しかったです。報告は以上です。動画のチャンネル登録と高評価、ブログや SNS のフォローといいねをどうぞよろしくお願いします。動画の音楽はおしむ、イラストはお基礎、文とナレーションは高梨いつきでお送りしました。神様と皆様に感謝します。 I appreciate。 最後の言葉いきます。
自分の人生は自分のもの、人にも社会にも支配されない、人のせいにも社会のせいにもしない自分との一本勝負です。過去を悔やまず、未来を恐れず、この先が明日までかもしれないし、60年以上あるかもしれない、そんな人生のために今日一日に集中して楽しく生きます。今はの際まで希望を持ち続けます。この世界はすべて自分の魂の成長のためにあるのだから、神様と皆様に感謝します。I appreciate。 時間が余ったので昨日覚えた元素記号の、歌をボンボン TV さんのですけれども行きたいと思います。なんだっけ、水平リーベー僕の船、生あるシップすぐ来るある、カカオスッチバクローマン、徹子にどう会えんが、ゲ明日セビロ来るでした。ありがとうございました。じゃあまたね。バイバーイ。